はい、今回のゲストはですね、小林さん、ピアニストの小林さんです。こんにちは、よろしくお願いします。小林さん、これ何回目ですか。はい、あのなんか何回もお願いしているようでいて、実はまだ二回目なんですね。あの一回このそのピアノを弾いてもらったあの時以来ってことですかね。あのドビシの月光をあの弾かせていただいた時が一回目で、今回は。 あのずうしくまた私の出演リクエストとかしていやいやな何回かやってるような気もしたんですがじゃあですねこれまだ初めて見る方のためにです小林さんピアニストの方でパレー大学を卒業されてそこでピアニストとして活動されているとそれが一つの顔でもう一つの顔っていうのが教育されてるんですね音楽関係でオンラインで教えたりとかあと最近本ですねあれ結構 なんかこういいっぱ本出てますよねおかげさまで今回全部で通算こういう本なんですがこれですよね通算17冊に17冊ましたこれがこれ2年何年ぐらい前これ2018年なんでんだかんだコロナ挟んでその前から始めたプロデューですああ18ですねですごく読めやすい感じの本ですよねありがとうございますでこれから始めてでこれでここはあのまあ 難易度的に言うといわゆる「ナチネっていうとお聞きになったものかと思いますがいわゆるまあ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 続けたっていうと変な言い方ですけどもも弾けるって言って間違いのないレベルの曲なんですがそこぐらいまでやってた方ってどうしても受験だったりとかでちょっと一回ピアノポーズしなきゃいけないことっていうのが多い可能性が なのでや、はいまあ、めなくていいよっていうあたりも実はそういですねメッセージがあって。 でまあ細々でもいいから今はあのとにかく続けといてあのなんかまた時間できたら元通りやるなりあのここで練習の方法が分かっちゃったらもしかしたら前ほど時間使わずにあの練習し続けられるんじゃないの練習っていうかまあその練習が目的というよりかはピアノが弾いて楽しむっていうことが目的ですけどもうんじゃないかっていうそういう提案の本ですああそういった形でそういうことなんですねで行ってみたらこちらはまああのそんなわけでピアノやってどうなるのっていうの まあどちらかというと出口の方ですけどでも今回やっぱりその一番皆さんから要望もありまして、はい。はい 作ったのがこちらのピアノスターターというまさにあのスターターですかあじゃあもう本当子供が対象子供さんでもいいですし、あの今まあ先生になってる方も含めてあの習われる方もおそらくその大人でももうあのなんて言うんでしょうねその漫画ですとかまあコミック調もしくはアニメとかにもう何の抵抗もない世代の方なのでまあむしろこういう絵じゃないと心配になるっていうか絵がないと心配っていう方の方がもう。 はい、ほぼあのまあことに特に日本って考えると、はい、うもうほぼ100%とは言いませんけども、はい、うん、が多いと思いまして、はい、でそれで A.D. の、はい、あの、はい、こういう内容のものを作っていましたこれはなんか、はい、ピアノの本っていうよりも、はいはい ななんか漫画みたい感じですよね自分でもこれ異世界ものって呼んでますけど今流行りの異世界ものってちっちゃくですけどサブタイトルゼロから始めるピアノライフって書いてあるぐらいなのでよく今ありがちなコミックとか花の部とかアニメにあるサブタイトルっぽいものをわざとてこのまがこれだったら多分退屈しないんですね。っ漫画になてると はい、楽しみながらこう見れると、はい、でこれでピアノの勉強もできるってことですよね。やっぱりそのこちらの「やめのんっていわゆるその出口の方で、はいはい、これをやる時になった時に、はい、あの楽譜を気軽に読めるようになってれば「はいあのー、じゃあこれやっといてね」 いう先生との間にそういう会話が成り立つんですがんとなく、はい、えと楽譜なしで、まあ、弾くことももちろんピアノできるんですけどもできればこの「ゼロスタート」の時から楽譜がありでそれがあれば何でもできるぞっていう状態の あの習い方をしていった方が、まあ、結果長く続けられますし、まあ、子供もそうでしょうねでも子あ子を対象にしたら、はいまあ、楽しみながら、はい、いつの間にか覚えていくという形ですよね。あですなのであの今回はその、はい、見た目は割とコミカルな感じですけども、はい、でも中身としては。はい あ,のある意味ちょっとククラシックかもしれないですね中身はもう、はい、あの楽譜あの音符読んできました音符はキャラになったりとかで今っぽいんですけどもそれを実際書いてみたりとか、はいまあ、数の数え方考え方ですよね<ー>とか、はい、あとじゃあ実際に。 あのーはい、まあドレミファソンにしても、はい、まあ真ん中の音だったりもっと高い方の音に、はい、まあ例えばこう鍵盤に合わせてこれを置いてみれば、はい、どこの位置だっていうのも一目瞭然わかるようなグラフィックをあ、ま、漫画でこう組んでるけど、その勉強するってことはちゃんとこう一、はい、で書かれてると。はいはいはい で逆にその、はい、あんまりこうえ、ね、絵だけに集中しちゃってもんて言うんでしょうむしろ進めにくい楽譜あの教曲になってしまうんでそこだけはな何をやるかっていうのをきっちり書いた上で、はい、だからむしろそのあの。 たとえその生徒さんが、その先生にとって初めての生徒さん、はい、要は初心者の先生だったとしても。はい、読んで一緒にやっていけば、何をすればいいか、順番もわかるし。るど。う,どういう解説をすればいいかっていうのも、実はその自分で習いながら、自分で。はい、生徒さんと一緒に、あの成長していけるっていう、まあそういうものも含んで。はい、そういう要素も含んでいます。なるほど。これ、出さ、これ、結構、今いろいろ出されてますね。これ、はい、あの、まずこのスターターシリーズっていうのが、はいはい、まあ、あの特徴として。 では皆さんお分かりなと思いますけど横長なんですね横長なのは結局画面と同じで目の移動が楽というあとは楽譜を書いた時にたくさん入らないけどもその視線移動が大きくなりますけどもでもその分拡大して書けるので初心者にはやりやすいというそういう理由でこれ横長なんですが。 そのシリーズが0123とありましてそのうちの123にセオリー要は解説している部分とスタディドリルというこういう練習反復練習ですねがありますので合計0が1冊123が3はまだ出てませんけども123が計 2×3 なので6プラスその先の0なので7冊で。

メノモッソって言い方が一番メノを使いますけどもあのありましたここに入ってましたこういうより漫画っぽいものですねでこれは結構いいろろこれ実はゴールドシルバーっていううちのピアチアメソッドの独自のステージ付けをしてましてゴールドよりかちょっとシルバーだったらブルームイラーこれもブルームイラーってワードは多分お聞きになった方 多いと思うんですが、はい、あのー、そこぐらい弾けてればこの本を使って。はい じゃあどういうふうに練習しようかっていうのをんか漫画とともに解説してあったりとか結局生徒さん分かんなくて困るとか先生も分かんなくて困るのがどういう練習したらいいかがやっぱりその的確に出せない時っていうのがんかいわゆるレッスンの中で話題に困っちゃって進まないとかそういうのを手助けできるシリーズっていうふうにあこれによって例えば子とか初めてる人が勉強するのつ これは教える側の人のことも考えてるとですよねちょっと前でしたら教材のセミナーってすごく活発だったんですけどもだんだんといろんな理由でもちろんコロナで集まりにくくなって一時期だんだん復活していくたとはいえ集まるイベントをしにくくなったというのとあとはやっぱり前の方がそういうんて言うんでしょうね自分も教わって教えていこうっていう本にいわゆるのいわゆるまあ これちょっとお金の話になってしまいますけども受講料を結構出す人は多かったんですが最近なかなかみんなちょっと、はい、あの出さない人増えてきたって話を友達の先生から聞いたんで,そう,ですそうらしいんですよ。あとはそのあれですねなんか、はい 昔の方がある意味これ私の推測も入ってるんですけども多分先生がいて何か教わった方が分かりやすいからという気持ちが強い人は多いと思うんですが最近の方がが何となく自己流にできちゃうっていうふうに思ってる方が多いのかなというそれも何か一因の一つかなってきましてこの本というのは対象はピアノ勉強する人で今度ピアノを教える人それも両方とも使えると。 結構いろんな人がです、ねはい、活用できるというんですね、はいはい。と思います。はい 全部で何冊ぐらいですか。これで、あの今のところえっとこの新しいシリーズというのはその先ほどお話しました2018年からスタートしたシリーズはこれで14冊目となります。14冊あすごいですね。あありがとうございます。あのもうあの私というよりかどっちかというとあの出版社の皆さんの根気のおかげというかで続いてますけども。その印税収入のが多いじゃないですか。いやいやいやもうね、本当はそんな風になるとねあのよくあの漫画家さんなんかねあの印税収入あのあれですけど。 そういう数出たら本当面白いんですけどまあまあただ一定数のねマーケットうあるわけだから多分こういったものって言ったらそんなに多くはないでしょうからそうですねまあこれ柔らかい形のものっていうのはですねなかなか最初ちょっとごめんなさいこればらしちゃうといいのかなわかんないけどあの まあ、とある店舗さんで、はい、あの時々私やっぱり置いてくださったるとことか行って、はい、まあもちろんそのスタッフさんと、はい、あの世間話も含めて、はいろいろ今の状況とかお聞きするんですけども、はい、プラス、まあ、ちょっとなんか店内ブラブラさせていただいてこれをよくこう,こういうところにまああの面出しっていうんですけども。 本棚の中ではなくて、はい、表紙が見えるように、はい、あの展示してくださって、まあ、そういう特集機関なんかで、はい、あのよく扱っていただけるんですけども、はい、まあそういう時に、まあ、ちょっとあの辺、はい、ちょっと離れたところに立ってて、はい、あの何気なく商品見ていかをしてちらちらっと見ると見に来て見てくださる方もいらっしゃるんですが、はい、まああのー。 中にはそれがダメとかって意味じゃなくてご覧になってくださって結構インパクトのあるページあるじゃないですかそのんていうでしょう音符がでかい音符が出てきたりとかそれがキャラになってたりとかそれが叩かれてたりとかで結構ここでびっくりして閉じた人もいるはいるんですけどねんかちょっと私には今関係ないみたいでまあそれダメとかじゃなくてでもそういう方もおそらくまたなんか第三者ですね 第三者の方からお友達とかからそういえばこんな本あったんだけどって聞かれた時にまた見てみてあそうかあの時のあれかってまたなるのでそれはそれでもちろんいいと思いうことでしね。あのなんか多分展示とかプロモーションってそういうもんだと思うんで最初から気に入ってもらうというよりかこんなもんもありますけどどうですかねってことでお貸していただいことで教科書としてね十分使えるんじゃないかと思いますよ。要はねまままあああその 音符が読めるようになって、はい、まあいろんなことが分かればいいってことだと思うので。はい、あそうそう、それは。はい、もう本当勉強勉強みたいな形のものか、はい、こういった形のすごく柔らかく入ってるかっていう違いだと思うので。 あとちょっと話長くなってしまいますけども生徒さん、お子さんですねが意外とこれ展示してあった期間でなんかもう食い入るようになって見てくださったという楽器屋のスタッフの方のご意見いただましからここからのピアノ好きになってり音楽好きになってっていう人もたぶでなるべく小さいネタも。 書いてあったりすするんですよだからそれを無視して先進んでもいけるし、はい、気が付いた人は読んあそこの話をなんかもっと調べてみたりもできるようになってて、はいはい、で多分あの今の,あの特にそのお子さんって割とその、はい、あの。 一面に、こう二次元的に情報がたくさん出ていても。あの、どういうふうに読んでったらいいかとか、なんか割とそれ得意みたいなんですね。やっぱ多分、タブレットの画面とかで。メニューがどうなってるとか、ああいうのは慣れてるんで。おそらく、その並列表記されても、そんなに。苦しく、苦しくないみたい。ああ、そうですか。はい。なので、あの、割と、ある意味、わざとごちゃごちゃ書いてます。好きなとこから読んでねっていう感じ。ですまあまあね、まあ、時代とともに、まあ、こういった、まあ、まあ、教科書ってうんですか。 こうのせたものを買ってい、ええええった方がいいと思うので。あ,はい、あの、まあ音楽としたら、すごくね、はい、こう。難しい。イメージがあるけど。<laughs> それ、ねね、かずりが、すごくこう、うん、ハードルがこう、低くなると。うんうんうん いいんじゃないですかね。本当、その気がします、ねはい。あの、この、この時に、やっぱ、その音符に馴染むっていうのはすごく大事なことで。はい、あの、ここの時期に、ちょっと、うやむやにしちゃうと、はい、あの、別に音符って、その足し算と同じなんで。はい、数まあ、要は数字なので、はい、あの、誰でもわかる、はい、あの、その。 セオリ誰でも分かることなんですけどもちょっとうやむやにしちゃうとそれがそんなに決まり事なんだっていうか楽なことなんだって分からずにちょっと先進むと結構音符楽譜になってるの見ただけで批判の起こしちゃう人とかも中にはねいらっしゃるのでそれだとんかせっかく弾けるのにあそこ分かんないからそこだけ楽譜読もうってなった時もやっぱ嫌になっちゃうというのは本当に残念なことなので是非ともこの「ゼロスタート」の時から馴染んでいただきたいなという思いを込めて。私は

あの抵抗がないというかいい、まあ、もちろん中国本土の方もお好きだと思うんですけどもまさにその全世界的にこう。<laughs> ヨーロッパあたりだとやっぱりこういうのは多分でも、はい、そうですね私が親世代の子どもたりだと、はい、親がそれこそあの北斗の県とかを。はい 見てた世代ですね。はい、なんかもうアニメが普通に、あの地上波、そのまあその地上波しかないですけども。あの放送されていた時なので、やっぱりその好きな人はそこからもう見慣れてると思うんですよね。で、やっぱりあのアニメエクスポなんかも、まあ日本でもそういうものありますけども。特にフランスでもまだ盛んなので、あの、まあ、多分浮世絵的な。 受け入れられ方してんのかなと思います。日本のアニメがね、まあ世界に認知されてるので、日本のアニメと音楽の教育を小林さんがこの世界中に発信してるのは、それはすごくいいですね。でも多分そのなんかそのその一つにはなれるのかなと。まあこれね、映画としてすごくいいと思うし、あとそのこれすごくまあ世界中の子供たちがですね、まあこれによってピアノ好きなのも増えるんじゃないかなというふうに思うので。 今それこそグーグル翻訳かなんかでこうやって見るだけで大まかなことはわかるんでそうやってあの見ていくのもまあ面白いんじゃないですか日本の,、うん、のアニメって、ねうん、まあ世界中で見られてるっていうから、うんはい、でそういった子供にですねこういったのものでこういう見ていくとこなの、はいつの間にか。はい なじんでもらえるていうのは特に多分アジア諸国の方がおそらくんて言うんでしょうね割とテキストに沿って割と集中力を持ってやっていくという点ではそういう文化が割とアジア系の方が強いと思うのですあの割と例えばフランスの話ですけども私の友人で「イコーノーマル」で今教授している人間もいやんか僕なんか実は十なです 12歳かピアノ始めたんんだよとかそんな感じななんですよはい、はい、なので最初もセオリーきちんとやるけどもっとなんか学問的な感じがもしかしたらヨーロッパではまだ強いのあな、ねはいうん、と。であとやっぱりこういうあの教科書というか、はい、楽譜の,あの流通ルートですね、はい、流通ルートが割とその、はい、あちらのもうなんて言うんでしょうね割とそのまあ 国立のの学院で子どもあったとかすると子ども用のコースがあったとするとそこで何の本って結構指定されてしまっているのであんまりこの「プラスで何」っていうのがあんまりないのでもしかしたら個人の先生が割と強い国の方がこういうのは喜んでもらえる。 逆に面白いですよね、はい、こういうのをこう、まあまあ、下ろしていく時に、はい、まあどこが反応してどこが反応しないとかそういうのも楽しみながら多分できるでしょうし。はい、ええはい 小林さんのしばらくの間のライフワークみたいな形で祖先のあとだからこのの後の部分ぐらいまで作っておいて使っていただかないとちょっとここまで出した責任として続きもねそうこのお祭りの展開としてはこれを日本以外の国にですね持っていくというのもありますよね。 あそれと面白いでこれも、まあ、ちょっとこれはその多言語化とはまた別なんですがその言語っていうか言葉はやっぱり大事だなと思いまして、はい、あの数える時に例えば「1234」とか、はい、メトロノームのように数えていきますが、はい、それをあの、えー、こ,こ,こういう QR コードが各ページに入ってましてこういうとこを読んでいきますとこの曲の音が鳴るのと同時に、はい ここに書いてあるような感じに1,2,3,4、はい、って声でカウントしてくれるようなこう動画を準備したんです。で、はい、それもあの何て言う音合成音声とか、はい、あとそのなんて言うんでしょうね。あのもしかしたらメトロノーム音だけでもう十分は十分なんですが、はい、ちょっと割と肉声にこだわって、はい、あのプロの声優さんに頼んであの喋ってもらった1,2,3,4とかあとドとかレーとかあーそういうことですか全部喋ってもらったんですね。で、あの 上野さんあのあんまりアニメとかコミックってご覧にならないかもしれませんけども、はいえー、そうですね。<laughs> 最近日本で「押しのこっていうアニメが流行っていてそれ多分香港とかでも流行ってると思うんですけどもそこの主役をやってくださった声優さんがその声をやってくれてあそうなんですかそうとは表だたら書いてないですけども実はそうなんですうなのでやっぱりそのんでしょうね聞きやすい声とかあとその まあこれも大事なことだと思ってるのは、はい、あの教えるときにその、はい、ああんまりこう圧がかからないように教えてあげるっていう感じですね。まさにそういうことですよね。なのでこれってまさにまさにそうだと思うので、はい、あとその先生の喋り方ですよね。はい、もう、はい、あのあんまりこう。 そういう人もいらっしゃるんだと思うけども例えばですけどもあんまり追い立てるように理由もなく追い立てるようにやっちゃうとそれだけでもやっぱりそのプレッシャーには感じてしまうのでまあまあ音楽の教育って多分昔からのスパルタがビシビシやったっていうイメージがあるのでそれからそれと正反対の切り込みなので非常に面白いっていうかですね。いいいい意味でごめんなさは あのいい意味であの緩く音楽ができる人が音楽の世界の教人のやり方が変わってるじゃないですかといいといいなと思ってます分かりましたじゃあですねとりあえず今回はですねまあこの話でで次回に今度はぜひあのウクライナ今追及されてるウクライナの作曲家いるんですねはいそうなんですよ。その辺についてじゃあ次回続きよろししくお願います。よろしくお願いします